こんにちは。札幌、今日は朝から春の空気に包まれて、午前11時過ぎにすでに 17.3 度まで上がり、3月として130年ぶりに観測史上最も高い気温になっています。この初夏の陽気の原因を天気図で見ていきます。今日は高気圧と日本海の低気圧から南風が吹いて暖かい空気が流れ込んでいるんですね。一気に雪解けが進みます。雪崩や土砂災害への注意をしてください。また山の川の水が増水して、それが下流域に流れ込んできますと、雪のない地域でも川の増水に注意が必要です。そしてまた湿った空気の影響で、道東の太平洋側では横殴りの雨となりそうです。さらに今夜から厄介な黄砂にも注意が必要なんですね。今夜6時は道南付近、また今夜9時になりますと道央や太平洋側西部まで飛来してくる予想です。さらに明日の予想を見てみますと、全道に黄砂が飛んでくる予想になっています。アレルギーをお持ちの方など、症状がひどくなることも考えられますから、お気をつけください。では今の釧路の様子です。雨によって川の水が濁っていますね。午後の天気です。道東は雲が多く、釧路や根室では夜の初めにかけて雷を伴って雨が降り、横殴りの雨となります。晴れ間の出るところも天気は不安定で、夕方からあちらこちらでにわか雨があるでしょう。道南は夜は黄砂混じりの雨になるかもしれません。予想最高気温です。雨の釧路と根室は一桁の気温で風が冷たいでしょう。一方、日本海側では15度を超えて春を通り越して初夏の暖かさです。札幌は18度の予想です。では今の札幌の様子をご覧いただきながら週間天気です。明日は各地晴れマークが並んでいますが、黄砂が飛んで春霞の空となってしまいそうです。水曜日以降も晴れるところが多くなります。ただ週末土曜日は雲が多く、雨の降るところもありそうです。土日は気温が少し下がりそうです。お天気をお伝えしました。